沖縄デーの4月28日、異様な緊張漂う国会周辺。中央官庁選挙を叫ぶ反日教系学生に早々と家路を急ぐ人たち。統一集会から追い出された反日教系学生は厳しい警備をくぐり抜け、東京駅に姿を現しました。角材や鉄パイプに身を固め、完全武装です。その頃、13万人を集め、中央集会は東京の代々木公園で開かれていました。社協初めての統一集会は、沖縄代表330名を含め、かつてない盛り上がりを見せました。午後6時、いよいよ東京駅から本格的行動を起こす反日教系学生。すでにその数2400人。線路伝いに我が物顔で新橋駅へ向かいます。新幹線下りをはじめ、都心部の国電は全線ストップ。高架線の上で逃げ場を失った学生が次々に逮捕されていきます。足を奪われた通勤客や旅行客は東京だけで60万、長距離列車も6時間にわたってストップしました。統一集会のデモ、沖縄の心情を一人でも多く本土の人々に知ってもらおうとやってきただけに、訴えは真剣そのもの。しかし、この沖縄返還を求める声は過激な反日教系学生の前に途絶えがちでした。一方、厚い警備の壁に阻まれ、中央官庁選挙を果たせなかった反日教系の学生たちはついにゲリラ戦を展開。花の銀座はたちまち戦場と化しました。一般の乗用車を襲い、そして交番にも火を放ちました。ガスと交通麻痺で飛んだとばっちりを受けた人たち。70年安保の前哨戦というわけでしょうか。群衆を巻き込む学生の知的なデモ戦術、手の込みように対策が追いつきません。沖縄の早期返還は国民の悲願であるはず。沖縄デーに暴走した学生デモが果たして沖縄の祖国復帰への手段となりうるのでしょうか。